はい、では特集の皆さん、鎌倉新仏教の、ね、残りを、配信したいと思います。はい、鎌倉新仏教ね、6つの新しいこの宗派が生まれるわけね。法然の浄土宗からの、ね、弟子親鸞の浄土真宗、ね、ダンシングの、ね、一辺の自宗、はい、で念仏系がね、ここまで日蓮宗です。日蓮宗、はい、まず移しましょうね。日蓮宗はね、この宗派とね、あの階層が名前が一緒ですから、いいね。別名、法華宗といった。うん、はい、これ、題目です。南明法蓮華経。南無阿弥陀仏じゃない。南明法蓮華経、ね。念仏は南無阿弥陀仏。題目って言われたら、これ南明法蓮華経ですからね。いいですか、うん、でこれ、ポイントはね、やっぱ、現世利益を説いたんですよ。ご利益がある。今、いいことがあると。こういう点ではね、密教と一緒、密教と一緒。ね、新極楽目指すのもいいけど、やっぱどっちかっていうと、やっぱ今いい思いしたでしょ、生きとる間に。ね、商工業者、商売する人、がね、この引きつけられるわけですよ。うん、著作、立正暗黒論。はい、本山が、本山寺の、まあ、本殿ですね、簡単に言うと、お寺。中心寺院がこの久遠寺。OK、書きました。では行きましょうか。日蓮と、これも変わったんすよ。変わった、肖像がありましてね、こんな感じ、ね、で、まあね、もともとね、千葉の阿波、漁師の子供やったらしいけど、まあちっちゃい頃からやっぱちょっと変わっとったと。神道と呼ばれた。まあそういう点ではみんなそうですよ、ね、法然も親鸞も一遍もそうやけど ね。で、16で出家してね、はい、比叡山入ります、ね、延暦寺大学に 入学ですよ。そこでこの日蓮がたどり着いたのがこれです。法華経です。いろいろある、ね、念仏とかね、めっちゃ風強い、めっちゃ風強いよ、ね、密教の祈祷とか ね、まあ、座禅もある、ね、あるで、お経もいっぱいあるわけですよ。お釈迦さんああも言ってる、こうも言ってる。しかし日蓮はもうこれ選択と集中したでしょ。法華経とこれだけでいいと、ね、これだけでいい。でさらにすごいのがね、法華経以外はクズでカスで悪魔ですってわけですよ。ああ、ここなんですね、法華経の実と。だから別名がね、法華宗という。法華宗。いい、はい。で、この日蓮のね、ひげ文字って有名、この日蓮の字なんですよ。日蓮宗の南明法蓮華経って書いたんですよ。なんかようわからんけど、すごいよね、なんか。ああ、ね、で、布教して回るわけですね。どうやって布教したか。はい、まず、真言宗。はい、真言宗は、亡国の教えですと。ね、禅はね、天魔の教え。悪魔の教えみたいなもんですよ。念仏は、無限、地獄の教え。ね、で、律は、国賊やと。すごいよね。真言、亡国、禅、天魔、念仏、無限、律、国賊ですよ。とにかくね、日蓮宗の、日蓮の特徴はね、他宗をディスりまくる。他宗の存在を許さない、まあ、認めない、許さない、許さず、許さんばかりじゃなく攻撃すると、ね、実際ね、襲撃して火つけたりして、もやろもやろとか言って、ね、こんな邪教は燃えてしまえみたいな感じ。すごいっすよ、ね、どうなる、攻撃するから当然攻撃されますよ。そうでしょ、ね、もうこれもトラブルメーカーなんですよ、日蓮宗は。トラブルメーカー、とにかく、ね、立ちが悪いんですね。だけどね、立正暗黒論っていうのは日蓮宗、だけど日蓮宗っていうのはまあ題目もあるけどね、まあ、要するんですよ、要するに、まあ、法華経もあるけどもね、要するに日蓮を信じろというのが日蓮宗、ね、そうしたら自分の名前つけたんでしょ。すごいっすよ、もう自分大好き。あ、ちなみにこれどうでもいい、父ちゃんは明日、ね、母ちゃんは明蓮、ね、まあ、死後ですけどね、法名を与えとるんですよ、ね、分かる、日蓮でしょ、日蓮、ね、普通ね、子供が親の名前もらうのは分かりますよ。でも親に子供の名前を与えるとかね、ちょっとやっぱすごいですね。変わっとるっていうか、やっぱぶっ飛んでますよ、ほんと。ぶっ飛んでる。ね。中央です。いい。これ、で、日蓮ね、いいか。まあ、授業でも言いましたけど、こうですからね。
蓮の字気をつけてね。蓮華王院と一緒でしょ、蓮華王院。ね。草冠ですから。OK。はい、で立正安国論は、だからこんな日蓮宗以下は邪教で悪魔の教えやから、ね、真言宗は亡国、禅は天魔、念仏は地獄で、ね、律は国賊ですから。そんな、ね、教えを、ね、このほたっとったらと、ね、その、のさばらしとったら、この日本滅びてまうというのが立正安国論。あ、そいつら全部ぶっ潰したら、世の中は、ね、安泰だと。すごい考えですよ。のさばらしとったらね、つまり天の天罰が下る。つまり国難が起こる。やばいぞ、やばいぞ、つって。大体ね、布教するときに危機を煽りますからね。危機を煽る。ああ、言ってもあるわけですよ。ね。で、これを時折に出してもらって、まあまあ五代時折ね。ね。時折って言ったら何建てました？お寺。ね。蘭渓通りを呼んで、建長寺建てたでしょ。建長寺、これ臨済ですよ、臨済宗。ね。禅は天罰って言うんですよ。ぶち切るわけですよ。執権はもう即処刑よ、こんなのね。要はね、惑わすね、このね、インチキ坊主。ね、まあ、ところがね、特許量に実際会ってみたらね、なんかちょっと感じたらしいね。やっぱただものじゃないと。ね、こうぶっ飛んどるけど、ただものじゃないのは分かったらしいですよ。とりあえず、流罪。流罪になった。ね、あでここで、ね、日蓮も懲りてね、おとなしくなるかと、ね、思いきやね、やっぱり真言亡国前天魔、念仏無限律国賊なんですよ。全然変わらない。ね、で、これ、時折がなくなって、次、この八大執権、時宗。原稿や。また捕らえられた。そりゃそうですよ。もうね、全然懲りてないから。実に処刑される。ね、辰野口ってね、鎌倉の処刑所に送られる。さあ、まさに今ね、この処刑されんとす。その時に、なんと、ね、この海が、バーッと光り輝いてですよ。ね、あーってなって、こう処刑が中止になったらしいですよ。救われた、うん、実はね、時宗の神さんが解任したって事実が分かったらしいですね。ああそういう時坊主殺したらたたりが起きると言われたっけやめだといろいろ言われてますけどね、奇跡起きたんですよ。で佐渡に流罪になった、ね、処刑からまあ、ねね、流罪になったと救われたわけですよ。まさに奇跡。実はこれ違ってね、最初から佐渡に流罪やったらしいですよ、ね、こうもっとんですね、簡単に言うとね、日蓮信じたら奇跡が起こるよって言って、ね、なんと言いますかね、本当。で、まあ、とにかく、ね、国難起こる、国難起こるちゃおうとって、なんと起こったんですよ。そうでしょ、時宗の時、日本が滅びかねない、ね、存亡の危機が訪れた。それがそう、原稿ですよ。まさに予言。ね、まあ、しかしね、もしこれ、日蓮の予言正しいならば、ね、原稿来て、日本が滅びる。滅びはおかしいよね。ああ邪教がはびこっとるわけやから。でも実際に我が国はね、元を撃退したわけですから。まあこの点日蓮は悩むよね。あれれみたいな感じで。まあでもこれ当たっても困りますよ。これ予想、予言当たったらですよ。ね、日蓮宗もなくなるわけじゃないですか。元に支配されるわけやけね。まあ中古ですよ。いや、変わった本当。でも立ちが本当悪いのがね、攻撃するけ攻撃されますよ。日蓮宗はね、この法難っていう言葉があってね、なぜ弾圧されるのか。それは正しい教えだから弾圧される。ということは弾圧されればされるほど自分たちの教えは正しいんだっつって。ね。ちゅうことですよ。なんちゅうかね、あまあ簡単に言うとね、ド S でド M なんですよ。本当。立ちがある、立ちが。ああ、ちゅうことで、はい。まあ、日蓮宗ですね。はい、こんな感じで。ね、まあ、最後はね、まあ、佐渡から許されてね、このね、関東ですよ。山梨県、甲府があるやろ、甲府のこれね、身延という身延町、ね、ここに、これが日蓮宗の総本山、久遠寺、久遠寺、大伽藍ですよ、大伽藍、ね、ちゅうことです、久遠寺ね、久遠寺なんですか、久遠、フォーエバーでしょ、フォーエバー、うちの効果にもあるよね、集い来て求めなん、久遠の理想でしょ、久遠、ね、ちゅうことですよ、これが日蓮宗。いいですか。でこの後もとにかくトラブル起こしまくる。いいですか。本当立ちが悪い、はい、ね。ちょっと紹介しましょう。日蓮宗系が今ね、これやっぱ創価学会なんですよ。これ日蓮宗なんですよ。世の中を学びましょう。ね、これがね、こう箱物を作るですね。これ立派な箱物。すごいよね。これまあ宗教施設ですよ。まあ、お寺みたいなもんですよ。道場みたいな感じや。ああね、この創価学会をね、ここまでの大、このね、
宗教団体に育て上げた男が、ね、この池田大作、名誉会長ですよ、本当。選挙の目があったよね。政党を作りましたからね。今政権与党ですよ、公明党は。はっきり言って、ね、ところが、まあ、今月亡くなったんですよ、ついにこの池田大作。もうほんと10年ぐらい出てこなかったですけどね、表にね。95歳ですか。まあちゅうことでね、まあ、今後どうなるかですけども、ほんと日蓮宗というのは今も一番影響を与えてる、ね、感じですよ、本当。ということで、まあ、2匹目の土壌はないけど、これが幸福の科学もね、このね、何ですか、ね、この、幸福実現党つって、ね、選挙も出たけど、これはまだ議席獲得してませんね。と、ね、いうことで、これ大川里帆もなくなりましたからね、なくなりましたよ、本当。まあね、ちゅうことで、いやいや、はい。一応、それが、ね、日蓮宗だということで、はい。はい、次は、臨済宗ですね。栄西、移しますよ。公安という、安を気をつけるね、安心の安にする人がいますから。違う違う、これ、安、こっちです。こっち。これ、公然です。公然、公然五国乱、善でしょう、善。禅宗ですからね。喫茶養生、喫茶店は喫茶店。ね、でこう建仁寺、建仁寺。OK、書きました。はい。臨済宗、こう5つ目ですね。今までの4つ、だから、ね、浄土宗、浄土真宗、自宗、日蓮宗。これはね、タイプで言ったら念仏系です。念仏系。ね、まあ、踊ったりもするけど、念仏系。だからね、ここあります？もしあったらね、ここくくって、こう、ビアとこんな感じでくくって、くくりましてよ、ね、こんな感じで、こんな感じでこうくくって、くくって、浄土宗、浄土真宗、ね、自宗、日蓮宗くくって、ここに念仏って書いておこうか。念仏系ですからね、念仏系。くくって、OK。今からやるのが、あと残り2つがこうくくろうから、ついでに。禅です、禅系。鎌倉新仏教6つあるけど、念仏系が6つで禅が2つということですね。いい、はい。では行きましょうか。臨済宗ですね。栄西と、栄西、まあ他の、ねね、人たちと同じようにやっぱり入るんですね。延暦寺大学に入る。比叡山延暦寺大学入学、ね、まあ、ところがもう、ね、延暦寺はね、もう簡単に言うと腐敗堕落して、いるわけですよ。で念仏とかね、この家事祈祷とかも一通り習うけど、なんかしっくりこんかったみたいですね。まあ、性に合わんというかね。で、この中で座禅っていうのがあったんですよ。栄西はこれにすごく興味持って、座禅、本格的に学びたいと思ったんですね。で、座禅、禅宗っていうのは実はこう中国生まれ、中国生まれ。ね、座禅を組んで、ね、このね、心と体を鍛える、これが禅宗ですよ。そこで栄西は、ね、行ったわけです、本場に。この辺はもう最澄空海と一緒、ね、入、彼らは入湯でしょ、栄西は入僧です。そう、僧に渡ったということですよ。そこで、ね、ね、禅を極めて戻ってきたんですね。座禅というのはさっきも言った、ね、心身を鍛える、これがね、武士にすごいマッチしたんですね。だから念仏というのはさ、題目も念仏もそうやけど、まあね、簡単に言うとバーチャルですよ、バーチャル。ね、に対し、実際このね、座禅組んで鍛えるわけやから、これはリアルでしょ。で、ね、貴族や公家はバーチャルですよ。ね、バーチャル。和歌読んでね、平和なれっちゅうだけで、ね、いいと思ってましたからね。でも武士はそうじゃないですよ。実際の戦乱とか、そういうのをね、に対応していかなくてはいけない。ね、それが武士ですから。ね、これリアルでしょ。そう、武士の、ね、気風に合うんですよ、ね、この座禅、ね、臨済の教えが武士の、ね、気風にマッチするということですね、はい。で、この栄西は、ね、新しい教えですよ。やっぱね、もうやけ、もう南東六州とか延暦寺とかが邪魔してくるんですよ。そこでね、やっぱ賢かった ね、センスがあるんですよ、栄西は。うん、ここで幕府と結びついた。
ここですよ、ね、幕府ができたわけでしょ。ところがね、やっぱり、ね、バカにされたんですよ、あいつら野蛮人どもやつって、ね、南東六州や真言宗天台宗からバカにされとる、ね、そんな中英才は積極的に幕府に、ね、関わっていったんですよ、ね、結構頼朝のね、このね、この法要とか積極的に英才が行って、ね、この祈祷とかしたんですよ。ああ、ちゅうこと、ね、で彼らがつまり後ろ盾になったんですね、ここで。ちゅうことはね、その幕府が後ろにおったらですよ、そう簡単に手出せませんよ、ね、この延暦寺も、延暦寺対策ですよ。この辺のね、政治センスっていうのは抜群ですね、この英才は。延暦寺、まあ、とにかくね、延暦寺ですよ、もう総兵持ってますからね。はい、ちゅうこと、ね、いや抜群のセンスがある、これ英才の、まあ、像です。なかなか個性的な、ね、要望ですけどね。これね、僕いつも思うのがね、かぶるんですよ、このこれ明王統十六子龍随行つってドーンつって天長五輪大部会ですよ、これね、こいつすごい登場の仕方がすげえね、いきなり上からでかい石が落ちてきた、ビャーとか言ってね、もう石か岩ですよ、こんなのやばい危ないって言ったら、はぁとか言って石が砕け散ったんですよ、ね、これがね、明王統超奥義統追詳細って言うんですよ。明王統超奥義ですよ、統追詳細。これを極めるためにこの龍随行はひたすらこのね、ね、この、ね、頭を金にぶつけ続けるという、これ命がけですよ、達人になるとです、なんと40キロ先まで音が鳴り響くって嘘ばっか書いた音、ね、これ民命消防でたらめですからね、あきりって。いやだ、これ2トンっすよ、ね、クリソツ、はい、すいません、全然関係ない話をね、つうことですよ、ね、これ臨済宗ね、ポイントは公案です。まあ、座禅もあるけど公案、つまり座禅を組んで公案すると。公案って何かって言うとね、簡単に言うとですよ、ね、例えば何すか、はい、パンはパンでも食べられないパン何ですか、ね、はっ思ったでしょ、あ来た、ね、フライパンだって思った瞬間どう、頭の中でこうならんかった、来た来た来たっつって、ね、ああね、椅子は椅子でもね、空飛ぶ椅子なんか知ってます、ね、来たでしょ、はっ、うぐいす、ほら来たでしょ、来たでしょ。この瞬間がね、悟りって言ったんです、悟り、悟り、ね、はあ、中央と、これは怖い、つまり謎謎で悟りにの境地に近づくっていうことなんですよ、中央と、ね、はあ、これがね、まさにね、一休さんなんですよ、皆さん。ああ、じゃあもう一個出そう、例えばトラック、荷物をパンパンに積んだトラックがカーブで落とすものなんか知ってます、皆さん。トラック、ね、荷物をパンパンに積んだトラックがカーブで落としたものなんだろう、ね、あ、僕最初これトラックやけん、あ、トラやなって思ったんですよ。あ、さあ答えはと、ね、どうするか、これちょっと著作権引っかかるかもしれませんけど、これですよ、音が。今考えてるでしょ。これよ。チンチンになったでしょ。チンチン。ね。チンになった。これがこれなんですよ。悟りなんですよ。悟り。ああ、一休さん臨済宗ですからね。臨済宗。ね。これ公案なんですよ。こうやって悟りの境地に、ね、達する、ね、ちなみに荷物をパンパンに積んだトラックがカーブで落とすものは何でしょう。答えはスピードスピードなんですよ、はい、ということで座禅で国を、ね、守ると、心身ともに鍛えてね、そういうことで、これね、英才がまだやっぱセンスがあるんですね。とにかく幕府、臨済宗はね、幕府との結びつきを、ね、強めた、つまり、まあ、幕府御用達になるんですよ、臨済宗は、うんね。で、これ、そのね、宋で学んだ英才が、お茶を持って帰ったんですね、お茶を。うん、まあ、お茶もそれより前に入ってきとんだけど、ね、お茶を、ね。で、これをね、うん、やっぱセンスがあるんですね。
まず誰に、ね、献上するかですよ。ここ大事なところでしょ、ね、お茶。お茶ね、今こんなお茶がね、本当 ね、ワンコインで買えますけど、下手したら本当、ね、これをなんと萌えですよ、萌え、ね、フィギュア萌え、実朝くんに献上したんですね。あ、実朝くんね、もう完全に北条の傀儡ですよ、ね、もう全然もう自分は飾りだけ、もう北条が好き勝手しとる、ストレスたまる、ね、もう酒に溺れます。あ、酒浸り、二日酔いになるんですよ。二日酔いにすぐお茶が効いたんですね、シャキンとして喜んだですよ。お茶って実はこれ知ってます？これ誰か分かります？キングダムの真の始皇帝ですよ。真の始皇帝が求めたこの不老長寿の薬が実は水銀ではなく、これお茶やったんですよ、ね、我々もこれからね、あのやめましょ う、 あの、ね、ファンタとかあのやめよう、もうね、デカビタとかやめてね、お茶ですよ、お茶、お茶、お茶を飲もうということで、このお茶を伝えたのが喫茶養生記。喫茶店って今言わないよね、もうカフェですか、今はカフェやね。昔は喫茶店って言ったんですよ。喫茶、お茶を飲んだら健康にいいって。これを将軍、実朝に献上。いいですか？もう幕府といえば臨済宗。鎌倉、室町、江戸幕府。もう幕府といえば臨済宗。こう理解してもらって構いません。いい、じゃあ、この最後、本山、ね。本山はどこかと言いますと、これが建仁寺、建仁寺、あ、これいいですか？健康の健じゃないですからね、建設の健ですからね、こ気をつけようね、いいね、はい、これが京都なんですよ、京都、ね、あ、ここが千代院、ね、浄土宗の本山、あ、ちなみに書道のこの奨励院、奨励院ね、奨励院流、ね、尊厳入道親王のここなんですよ、ここ。で、建仁寺はてと来て、ここをね、てと来て、ここ。いいですか、ここ。祇園ですよ、祇園。舞妓はんいっぱいいますよ、ここ。祇園の一番いいとこですね、これまた。ああ、ね、ここに何があるかっつうと、これっすよ。ね、これがある、これわかる、これ。何の絵か。この竜見たことないですか、なんかどっかで見たことあるなって思いません、これ。ピンときました？そう、これが我が黒本の表紙、ね、この解放優勝の雲龍図、これがこの建仁寺の襖絵なんですよ、まあ、もちろんこれレプリカなんですけど、これはレプリカです、レプリカやけど、ね、記念撮影ですよ、本当ここから黒本生まれたんですよ、ね、はい、まあ、ちなみに新黒本はね、表紙変えますから、表紙変える、ね、お楽しみに、ということで、臨済宗ですね、はい、あと1個忘れてましたよ。だから栄西は京都に建仁寺建てるでしょ、でも鎌倉にも寿福寺建てたんですよ、これ栄西の寺なんですよ、さすが、さすがですよ、やっぱ、ね、中国とにかく臨済宗は幕府と結びついた、ね、強固なこの結びつき、幕府との、ここがポイントです、いいですか。さあ、前週もう1個ですね、行きましょう。曹洞宗です。曹洞宗。道元。はい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 、はい。士官多座。士官多座。座気をつけて。座禅なんだけど、これもつかないんですよ、まだれが。それも士官多座。正法元像。正法元像。で、本山が永平寺。永平寺。OK。いい、では行きましょうか。道元ですね。肖像はこんな感じ。口がとんがっとんですね。この辺、口がなんかチャーミングですね、この辺が。チャーミング、ちょっと、みたいな感じで、本当。はい、道元。もう比叡山に入ったんだけど、やっぱここじゃないとなったんですね。満たしてくれんかった。そこで A さんに会ったんですよ。すっごい A さんに引きつけられて、あ、僕も本場、ね、中国で座禅、禅学びたいわって渡ったんですね。だから道元も入僧です。この辺の行動力大事よ、本当。あ、ね、まず悩む前にやれと。ぐだぐだ言わんでやれということですね。で、こう帰国したら、もう A さん亡くなっとる。で、建仁寺に入った。まあ、ところがね、まあ、建仁寺もやけ、幕府と結びつくわけじゃないですか。やけ、なんていうかね、なんていう、道教的な感じになるんですよ。癒着してしまう。うん、政治と癒着してしまう。ね、もともとお釈迦さんは、ね、政治とか一切ね、そんなんと、ね、関係を断った人でしょ。
ね、権力とかそんなんと名誉とかね、うん、ね、でそうじゃないとなったんですね。だからちょっと違うと、まあね、僕はそんなん嫌だと、もうひたすら修行したい、ね、そこで、ね、この道元はこの、ね、いろいろ旅して回ってですよ、旅して回って、ね、永平寺にたどり着くんですね、福井の。やっぱね、この都会におったんじゃ誘惑多すぎる。だから全くあの空海さんと同じパターンよね。都におったんじゃ誘惑多いから山にこもろうと。同じパターンですよ。しかんただ、そこでひたすら座禅を組む、ね。だから言ったでしょ、鎌倉新仏教は選択と集中。まあ、永さんもね、永さんも、ね、座禅を重んじましたけど、特に道元はもうひたすら座禅、ね、を組めということですよ。ね、そもそもだお釈迦さんが悟り開いた時も座禅組んでましたからね。そうでしょ。ちなみにこの座禅の禅宗の、まあ、開祖と言われるこの人、インド人、イヤリングしてるインド人、ね、この人がね、9年間この壁に面と向かってですよ、9年間ずっと座禅を組んで、ついに悟りの境地に達した。これが誰か分かります？ね、これがこのモデルですよ。9年間座禅組んだらね、もう腕も足もなくなるんですよ、腐ってしまって。そう、これがダルマさんでしょ、ダルマ大師ですよ、ダルマ大師。そういうこと。ひたすら座禅を組むと。で、この、はい、著作がこの正法眼蔵。正しい教えっていうのは座禅を組むことやと。ね、ひたすら座禅を組むんやと。で、やけ、たどり着いた場所が福井県ですね、福井県。福井市。僕ね、福井行ったことないんですよ。行ったことない。いつか行きたいですね。まあ、福井行ったらやっぱり行くでしょうね。永平寺、ここなんですよ、永平寺、ここ。ここからね、バスで行くんですね、バスで。2時間に1本とかも、今知らんけど。なかなか立派なね、門構えですね、やっぱりね。ね、山の中やけど、やっぱすごいよ。冬の永平寺、いいですね、冬の永平寺。ここでひたすら修行に励む。修行に励む。ということ。ところがね、今ね、曹洞宗はね、第二の本山がこのね、曹持寺ってこう横浜にあるんですよ。このやっぱセンスがあったね。だんだんやっぱ道元の教えから離れてね、やっぱこのちょっとずつこう何ちゅうかね、あの世俗化していく感じ、うん、ね、山を、山じゃやっぱね、そら何ちゅうか、ね、布教中点ではね、やっぱね、そのね、うん、この不利ですよ。やっぱ人がおるとこに行かな、そこで明治になってね、横浜に入るんですね。いや、文明開化の場所でしょ、この辺さすがよ。まあ、ということで、本来のね、道元の教えとは違うかもしれんけどね。でもそうじゃないと、ね、曹洞宗が生き残りませんでしたからね。まあ、ということで、いいですか。以上、鎌倉新仏教。ね、さあ、どうなる、ね、この楽してね、苦労もせずに極楽行けるんですから、簡単に言うと。そりゃみんなこっちに来るでしょう。ここで危機感を持ったのが旧仏教ですよ。やばいと。旧仏教。はい。旧仏教なんと六種の動き、とりあえず写しましょうね。A 村 A の字 A の字いい、比叡山でもやりましたけど1本入れますよ。でこうしてこうね、 A 村、ね、最大寺、うん、なんとやから奈良のお寺ですね。その弟子の認証がめちゃ出ますね。認証北山十八剣道っていうのが奈良にこう簡単に言うと病院作った。こうやって慈善事業するんですよ。いいですか。だからね、要するにみんなこっちに殺到よ、鎌倉新仏教に。で、南都六州とか旧仏教の信者が減るわけでしょ。何に困るんですか、ね、やっぱお寺を運営していくって、やっぱ維持費かかる、お金かかるよ。その維持費どっから出てんの。それは信者のね、お布施でしょ。あれ寄進ですよ、ね、ちょうど困るやろう。だから信者を獲得するためにええことするんですね。こうやってアピールする。鎌倉幕府にもアピール、極楽寺作った。認証の北山十八剣道が一番出る、この旧仏教、鎌倉旧仏教のね。でこれ情景、情景、で次出るの妙意ですね。最砂利、蛇を粉砕すると、ね、法然とバトルんですよ。でこれが春城、春城ちょっと読みにくい、春城、城の字あんまり使いませんからね。潜入寺、皇室の菩提寺作った。写しました。はい、でもあとさっさと説明しますよ。いいですか、最後ですからね。ということで、立宗ですね。鑑真に伝えた立宗、ね、はい。認証出てきて、北山十八剣道、慈善事業。まあ、個人的には極楽寺。ね、極楽寺、ね。これ知ってます？
やあとか言って、俺の名前はドーマーとか言って、ね、鬼滅よ、ね、上弦の鬼。これドーマーがやけ、万世極楽教の開祖でしょ。万世極楽教の。ただそんだけ。次行きましょう。ね、ああ、これね、木の中で座禅に励む。これが明恵ですよ、明恵。ね、明恵。座禅じゃね、これね、まあね、すごいもんね、高僧と言われますけどね、大阿闍梨みたいな感じよ。ところが、この自障壁があってね、なんとこう右耳をそぎ落としたという、あ、血が吹き出ますよ、本当。うわ、怖い怖い。ね、中古道。皆さん知ってます？右耳をそぎ落とした有名人。この人なんですよ。この人も右耳を自らそぎ落とした。有名な画家。これ、ひまわり描いた人。ね。そう、ゴッホですよ。ゴッホもね、自傷癖があったんですね。日本のゴッホ。明恵。ね、さらにね、あ、これ知ってます。明恵はね、ずっと夢の記録をし続けたらしい。見た夢の記録を。こんなね、でっかい蛇に追われた夢とかね、なんか偉いべっぴんさんが出てきた夢とか、ずっと書き留めていたらしいですよ。この人。近代心理学の父と言われる。皆さん大学で心理学学んだら絶対やります、この人、ね、これが誰かというと、ポチッとなフロイト、ね、夢中のまさに人間の深層心理が現れたものですから ね、だから明恵はね、ある意味こう日本のフロイトですよ。簡単に言うと日本のゴッホであり日本のフロイトであるということね。サイジャリン、これが法然とバトルんですよ、ね。だから、法然に対して言う、ね、お前らに、ね、インチキ抜かすなと。念仏だけで救われるわけねえだろうと言ったんですね。うん、ね、して法然は言うわけですよ。負けずと。ね、お前らこそ堕落しとると。ね、堕落しとると、ね、政治と結びついて堕落して、ね、終わっとると。ね、やれ、インチキだ、堕落だと。これが大事よ。だけど、最初の時も同じ論争が起きた、ね。こうやってブラッシュアップされて底上げされていく。ちことですよ。いいですか。はい。で、この明恵のお寺がどこかというと、京都のね、この町中じゃなくて、もう郊外の郊外ですよ。鉱山寺なんです、鉱山寺。もう橋の橋の橋ですよ、ほんと。ここで、まあね、明恵が修行したんですね、鉱山寺。で、この鉱山寺といえば、ね、あ、こう明恵がね、この明恵の、愛用品。木で掘った犬。かわいい。これかわいいですね。これかわいいんですよ。かわいい。ね。もうスリスリした跡があるね、なんかね。ね、黒光りしてますけど。かわいい。で、鉱山寺といえば、もうこれですよ。もうこれなんですよ。そう、我らが鳥獣戯画。この所蔵が鉱山寺なんですよ。鉱山寺。ね。行ってきましたよ、僕、このね、九州国立博物館、この鳥獣戯画展。行ってきた、行ってきた。鉱山寺とか、このね、檀家、まあ、信者っていうか、檀家はほとんどそんなにいないと思いますよ、簡単に言うと。ところが、この長寿戯画がありますから、もう金なくなったら長寿戯画展やればいいんですよ。もうこんだけでも何百万、何千万入ってきますからね。ね、もう金がなくなったら長寿戯画。ね、もう長寿戯画が稼ぎ続ける。やっぱね、コンテンツよね。いいコンテンツがあるとね、永遠に稼ぐことができるということですね。はい。さあ、最後ですね。これが、まあ、ちょっと、なんとの口じゃないけども、真言宗の春城が、はい、皇室の菩提寺、ね。仏教でもこの弔う天皇。もともと天皇じゃなく神道ですけどね。これ、潜入寺と言います。はい、これが再興される。歴代天皇の、ね、こう位牌が置かれてますからね。やっぱり鎌倉入ってもね、この空海のネームバリューっていうのはね、やっぱり健在ですよ、本当。まあ、ちゅうことで、皇室の菩提寺。一応こんな感じですかね。はい、これで今回の試験範囲終わりました。あとはね、しっかり覚えてね、点を取ると。もうこれしかないですよ、本当。ね、ぐだぐだ言わず、ね、点を取ってください。いいですか？じゃあ、健闘を祈ってます。終わります。